BS 漫画ヤバ。はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間語り合うベース漫画や司会の大月貴博です。ささみあいです。はい、3回シリーズの手塚さん特集ということでお届けしています。はい、今夜最終回ですが、どうでしたか？1回2回もう皆さんの熱い思いは分かりました。手塚治虫さんがすごいっていうのも分かりました。でも、はいはい、本当にあの中身が濃すぎて時間足りないのもよく分かりました。もう全然足んないです ね、 足りないですね。収録でよかったと言ってるんですけど僕はもう水野秀子先生の私が時は荘に行った時っていうのはもう倒れそうになりましたけど、ね、発言が、はいはい、というわけでラインナップもいっぺんご紹介します。こちらです。はい、今回こちらになっております。第1話は1949年出版のメトロポリス、はい、第2話は1965年に、連載が始まったワンダースリー、はい、そして今夜は1973年開始のブラックジャックです。この時点でまだ愛ちゃん生まれてないのね。はい、私ね、ちょうど終わった頃に生まれたみたいです。どうしようもないな。はい、わかりました、はい、というわけで今日も豪華なゲストをお呼びしております。こちらです。はい、作家の夢枕漠さん、漫画家の江口久志さんです。はい、どうぞどうぞ。階段壊さない。大階段を階段壊さない。宝塚宝塚ですから。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう漠さんレギュラーだかなんだかよくわかんない、よくわかんないですね。やっぱり手塚さんはよく読んだ口なんですか？僕はもうほぼ現役でずっと読んできて、ブラックジャックも現役で、あ、やっぱりそうなんだ。雑誌連載中に読んできてますね。やっぱり漫画からその物書きいった方ですね。そういう意味で言うと、そうですね、まあ、今の影響はかなり強いですね。手塚さんというのは大した人だったです。あ、今日はよろしくお願いします。お願いします。江口さんご無沙汰しております。どうもどうも。江口さんも当然もう手塚チルドレンというか。そうですね、うん、まあ、孫ぐらいかもしれない、ね、孫ぐらいになりますからね。ブラックジャックは、まあ、ずっとブランクがあって、はい、読まない時期があったんですけど、あ、そうなんですか。ブラックジャックでまた手塚はやっぱすごいって思いました。かつてやりましたからね、あれで実際復活しましたしね。そうですね。今日一つよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけであちらの方に、はい、お越しください。さあ、はい、では、というわけで、はい、行きましょう。皆さんをご紹介したいと思います。漫画家の石川純さんです。もう、こんばんは。俺今日ちょっと飯食いしびれちゃってさ。知らないですよ。朝から牛乳一杯仕込んでなかったんだよ。知らないですよ。さっき控え室でね、まんじゅう1個食ったんで、はい、なんとかあのまんじゅうで1時間持たせたいと思って。エネルギーを熱く語ってください。よろしくお願いします。続いて作家の岡田斗司夫さんです。はい、もうね、4月入っちゃうと、はい、気になるのは夏のコミックマーケットですよ。分かったって。同人誌どうしようかもう頑張るしかないですよね。はい、今後頑張ってください。はい、よろしくお願いします。続いて漫画コラムニストの夏目久之助さんです。はい、なんで手塚と関係ない話ばっかりするんですか。でもこのシリーズは何が面白いかっていうと、その手塚を読んできた人たちのジェネレーションがですね、あの層が地層のように見えたというね、綺麗でますね、うん、それがすごく面白いですね。今日もあの江口さんなんかは多分アニメからそうです、ね、だと思うんで、鉄さんだと思う、その辺が面白い。はい、分かりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでも話を取りますけども、はい、今夜の作品はこちらです。こちらです、はい、ブラックジャックです。1973年から78年にかけて少年チャンピオンに連載されました。はい、手塚さんの60年代から70年代にかけてのプロフィールとブラックジャックのストーリーについて VTR ご覧ください。どうぞ。1966年、虫プロ企画の雑誌コムが創刊され、手塚治虫は火の鳥の連載を開始します。このいわば自分のために創刊された雑誌で黎明編、未来編、鳳凰編などを73年の雑誌休刊まで書き続けました。この他60年代後半の手塚は少年誌にはヴァンパイア、ドロロなどを連載。70年代に入るとキリヒト参加、アヤコなどを発表したものの、大ヒットには恵まれませんでした。当時は巨人の星や明日のジョーが一世を風靡し、劇画が急速に読者を引きつけた時代です。73年11月、虫プロが倒産。その直後に連載を開始したのがブラックジャックでした。
謎の天才外科医ブラックジャック。無免許でありながら莫大な報酬と引き換えに現代の医学が見放した重症の患者を神業のような技術で救う。顔の骨が膨れ上がる奇病は脳手術で治す。体全体が骨に変わっていく患者は人格の宿る脳だけを赤ん坊の死体に移植。そして足の不自由な少女の希望を叶え鳥に変えてやることすらできるのだ。孤独なブラックジャックの相棒ピノコ。ピノコもまたブラックジャックによって救われた患者だった。ある女性の体内にできた脳腫、その中には双子として生まれるはずだったもう一人の手足や脳、臓器が不完全な形で詰まっていた。ブラックジャックはその中身を組み合わせ人工頭蓋を用いた手術で人間の姿に作り上げたのである。しかしブラックジャックも万能ではない。戦場で重傷を負った息子を助けてほしいとやってくる軍人。困難な手術は見事成功。ところが再び戦場へ送られると知った息子は絶望のあまり自殺してしまう。アフリカの奥地では体が次第に縮んでついには死に至る奇病に直面。ブラックジャックの恩師戸隠も発病していた。ブラックジャックの必死の努力により免疫血清ができた時にはすでに手遅れなほど病は進行していた。病は自然界に起こる自然淘汰の一端ではないか、そう言い残して戸隠は死ぬ。自然の力の前になすすべもないブラックジャック。それでも彼は手術をし続けるのだった。はい、ブラックジャック、はい、やっぱり今手塚さん若い方だとブラックジャック知ってるぐらいがせいぜいって方が、うん、多いんでしょうね、うん、やっぱね、はい、ということでですね、うん、ちょっと、はい、番組のホームページにもたくさんメッセージの方いただきましたので、はいはいはい、いくつかご紹介します、はい、広島県16歳の女性、まあ、あやさんから、はいはい、ブラックジャックやっと来たって感じです、うん、ブラックジャック先生はとにかくかっこいいです、これしか言いようがないですよね、うん、そしてピノコちゃんはそんな先生の良きパートナーであり良き奥たん夏目の目期待してますと、はい、はい、ありがとうございます。それから岡山県の、22歳の女性の方、はい、司さんから、はい、出会いは中学の図書室ででした。学校に入ってたのこれ。衝撃的でしたね、それまで手塚作品の中では三つ目が通るぐらいしか読んだことがなかったので、こんな作品もあるのかって感じでした。しかもちょっとグロいでも面白い、ブラックジャックは手塚作品の中で一番好きです。ありがとうございます。バクさんからお願いします、はい、ブラックジャックそのものについての記憶というか、ね、僕はもうずっと現役でこう読んできて、その途中にまあブラックジャックがこう来たんですけど、やっぱりねこの連載という枠の中でね、毎回毎回この終わらせる話を書いたっていうのはやっぱりめちゃくちゃすごいことだと思うんですよ。僕もあの僕と比べちゃいけないんですけど、一番いいそのまあ例が本人なんで、あの連載ってね終わらない話ってしのげるんですよ、なんとかなんとかの数多くやってても。ところがね終わらせる話っていうのは、ね、これ一番大変なんですよね。それをね200何十本そうですよ、うん、習慣でって、ね、習慣ですよ、一本ずつやったっていうのがね、うん、まず奇跡みたいなもんですね、うん、よくあの手塚さんについてあの天才っていう分かりやすい言葉でね、うん、すぐ僕も面倒な時は使っちゃうんですけど、やっぱり天才という枠じゃない別の枠で僕はくくりたい、うんうん、ただいい言葉がないんでね、うん、まあすごい人なんだっていうしかないんですけれども、でそういう凄さが一番これはあの出てると思うんですね、うん、江口さんはこれはちょうど読まれた時は高校生ぐらい、高3ですね、ですよね。ただ途中で気づいて、はい、あの要するに手塚さんは読まなくなってたんで、はいはい、気づいたら始まってて、であのキャラが全部出てくるじゃないですかこれ、うん、かつてのね、それで
もうこれ最後の少年作品として結構書いてんじゃないかなと思ってて、それで後から読み単行本読み始めたんだけど、あの冒頭のシーンからもうなんか割り、この人ほら一時劇画にすごいあれしてコンプレックスとかあったじゃない、絵に記号なのなんだのよって、でももうそれをもう割り切っちゃってると思うんですよ、ここの1話目のこの出だし、はいはい、でこれあれですよね、宝島のパロディですよね、あの自分の、はい、交通事故の事故がもう何度も出てきますからね、この人あとこれってほら、うん、車が走ってるだけで、うん、背景全然ないじゃないですか、はいはい、それで次行くと、うん、あるヨーロッパの国でっていう、うん、この簡単さって今は書けないんじゃない、ダブルべきこれでヨーロッパかよでもそれでなんかいいんだと思っちゃったのかなって思って、うん、でかなりもうこれは腹くくってこう最後の作品だと決めてやってんじゃないかなと思って、うん、いきなり脇でお茶の水博士が出てきますね、そう いろんな何でもないキャラ出てくるでしょ、うん、その始まり方で OK なのは、うん、旧世代の漫画家だけなんだよね、そうですよね、今だとヨーロッパだと資料調べて背景描いてそこに人物を写真撮ってきたりとか、ね、そう、まず風景描写から入ってっていうこと で、ね、そこでこう置き方考えてやるのに、はい、でもこの世代の人ってこれでいいんですよね、でも1ページ目から事件を起こせって言われてるから車走ってるだけでこう、はい、新宝島のパロディっていうのはもうちょっと行った方がいいじゃない、ね、これそうですよね、ロックが走ってくるところ、ね、ロックだもんね、乗ってんのが新宝島の冒頭が、まさにロックですもん、ね、車が走ってくるところが始まるんだよね、うんうん、そうそうそう、だから車だけが車が走ってる場面だけでね、何ページも書くっていうこと自体が斬新だったんですよ、新宝島の時代、うん、当時は、ね、だから それを自己模倣っていうか自分でパロディにしてるっていう、うん、バンダースリーの時に言いましたけど無国籍性っていうね、はいはい、そのどこかは分からない、とにかく日本じゃないらしいとかって、うんうんうん、その程度のことでいいって、ワンダースリーの頃は、うん、まだ月刊誌の流れで本当にそれでいい、よかったんですね、うんうん、でこの頃はもう少年誌ですらそれだとリアリティがないって言われてる時代にあえてやってるんですよ多分ね、うん、もう当然もう写真とか何とか引き写しとか何とかしながら資料にしながら書かなきゃ許してもらえない状況にあったわけですよね、あったんだけどもう、ね、なのに、うん、手塚さんはやってよかったっていうか、これでいいんだと思って、だってこれ最初は、作家生活30周年記念作品っていう触れ込みでスタートしてるんですよね、でまあその時に、もう手塚さんはっきり言って人気がなくて、編集者がやりたがらなかったらしいんですよ、やりたがらないというのは新連載を受けたがらない、新連載を起こしたがらない手塚さん相手で、だけどこのチャンピオンの当時 の編集長がどうしても手塚さんで連載をしたいので、うん、30周年記念ということで、その担当する人間に君手塚さんの最後を見取ってやらないかっていうものすごいセリフを言って、これその担当編集者が書いてるんですけどね、そういうふうに、それで始まった作品なんですよ、だからおそらく手塚さんにしても編集者にしても周囲の取り方で江口さんみたいな読者ですらそう思った、うん、でそれで復活しちゃったっていう、うん、もうそれ自体がドラマ、うんうん、ワンダースリーの時にも最後の方でちょっと触れたと思ったけど、はい、この時点ですでに手塚さんはもう一度終わりかけてたんだよね、うん、それ何によって終わらされてたかというと劇画によって終わりかけてた、で劇画っていうのは何かというとアンチ手塚治虫として始まったものだった、はいはい、手塚治虫の線では描けないものが世の中にはある、うん、というテーマを掲げて出てきた、うん、まあ、出てきたはずだった、まあ、途中で違っちゃったけど、うん、はずだったものが劇画っていうもんで、で自分を否定するものが後ろから迫ってきてて、うん、で手塚さんはそれを取り入れちゃうんだよね、うん、取り入れて長い低迷期が始まったりするんだけど、うん、まあ、とにかくそれ自分を否定するものを自分で取り入れて、うん、変質していくんだよね、でこの時代はもう、多分編集者も読者も、うん、作者自身もね、うん、俺はもうダメかもしれないと多分本当に思ってたと思う、思ったと思うよ、当事者みんなね、こんなに強烈にね自分が一番真ん中にいたいと常に思ってた人が、うん、俺はもうダメかもしれないと思って、うんうん、でこの連載って、少年チャンピオンなんだよね、はい、そうです、サンデーでもマガジンでもなく少年チャンピオン、新興勢力ですよね、うん、で、まあ、言ってみれば、うん、でも講談社でもないんですよね、まあ、2番手雑誌、うんうん、2番手
出版社の2 番、うん、2番手雑誌だった、うん、キングかチャンピオンかっていう、そうね、キング俺やってたんだけどそれはいい聞いてないってちょうどこの時代チャンピオン自分で買ってたんですよ、うん、で、ブラックジャック始まった時になんかねすっごいね惹かれたのを覚えてる、うん、なんでかっていうとね、その劇画路線の影響だと思うんだけども、うん、70年代前半から中半のちょうど日本の漫画の状況というのはアンチヒーローばっかりだったんですよ、でブラックジャックってこれ一見アンチヒーローに見えるんだけども、うん、ヒューマンコミックスで書いてる通りすごいねいいやつなんですよ、ね、やっぱりこう正しいし言ってることすごい気持ちいいし、でこんなことを言ってくれる人がちょうどいない時代だったんですよ、で手塚さん自身そのサンコミックのあのアトム混着物語とかで、アトムがあんまり好きじゃないと、アトムいい子になりすぎて何も作れない、で俺の漫画っていうのはいい子のための漫画じゃなくて本当の俺っていうのはもっとダークなんだっていうようなことを何度も何度も書いてらっしゃったし、火の鳥とかでもそういうのやってるんだけども、でもやっぱ読者としてはそんな漫画が世の中に溢れすぎてた、あまりにも乱れすぎてて何読んでいいのか子供として分かんなかった、その時代にブラックジャックっていうね柱がボンと出てきたからすごい精神的な支柱になりましたね、ブラックジャック多分最初は1巻目とか見るとさ、手塚さんはアンチヒーローを描くつもりだったよね、最初はね、だったと思うね、あの造形的にもそれから作品の性格的にも多分劇画をやろうと思ったんだよね、でやってみたらやっぱちょっと違う、本人の本質が出ちゃったってとこあるよね、ただその劇画的なその悪の部分っていうのを、例えばその1億円よこせ、手術だ1億円よこせとか5000万円よこせっていうお金の問題と、あと無免許っていうところに集約したのはすごい上手いですよね、これのおかげでその後出てくるストーリーの枠っていうのがすごい広がったわけじゃないですか、でも手塚治虫が復活するとは本当にみんな思わなかったよね、いやでも俺はさ好きだったよ、これじゃないやつも全部さ、好き嫌い、ただ好き嫌いのもんさ俺ないと思ってたんだけどさ、でも俺はもうめちゃくちゃ好きだったです全部、編集者だってさ、その死に水取ってやれって言った編集者だって半分本気だよ、手塚さんがもう一回復活するとは思わないでやってたよね、本当に死に水取らせるつもりでやってたよね、多分そうだと思うんだよね、それはまあ、あの分かんないんだけど、実際そういう周囲ほとんど周囲はそう思ってたと思うよ、我々もだから、実は、僕はあのアニメになってから、つまり江口さんあたりがアトムに入り、あのアトムに入ってその漫画に入って、手塚さんに入っていくあたりで、あの離れた、一旦離れたんだよね、で、ブラックジャックでは戻らずに、むしろ自分の感覚ではもっと後の日だまりの木あたりで戻るんだよ、結構空いたんだね、本当に後ですね、それは、そうだから、ブラックジャックの時は実はまだあの手塚さんには距離が僕はあったんだけど、だから僕らから見るとその最初からこれヒューマンじゃないんだよね、はい、これあれあの今は治ってるけど最初恐怖コミックスっていう怪奇タイトルが怪奇だっけ、全然違ってないでその当時あのノストラダムスの大予言とか、あの後ろの百太郎とか恐怖新聞とかあった、要するにそういうブームがあってでそれも一つあってチャンピオン同時期恐怖新聞だもん、そう、だから劇画っていうことと同時にそういう流行りがあってこれなんですよ、だからあの手塚さんもそのつもりで書いてんですよ、で前回までの話題で黒手塚っていうのがあったんだけど、白手塚の黒手塚の人間の暗黒面みたいのをほらあの露悪的に出し始めるのはね、60年代後半からなんですね、この人で、それまではなんあの確かに手塚的な倫理で、まさに倫理でまとめてたのが、まとめないで出しちゃったりアラバスターとかね、あるんですよね、でそれを露悪的に出して、その流れに最初の方はこれブラックジャックもあるんだよね、実はだけど最終的にやっぱりまとめるんだわ、でそれがねすごいのよ、つまりあのこの当時結構ね少年漫画でも青年漫画でもそこまで言うっていうぐらい暗黒面を描いたものを随分描いていて、でこれがまた後で読むといいんだよ、でそれを最終的にヒューマンでまとめられるってさ、やっぱりすごいと思うわ、あの手塚さんもともと医者を目指して医学部を卒業して、医師の免許を持ってるわけじゃない、でもこれブラックジャックに至るまで特に医者の漫画ってなかったよね、普通さ、漫画家とか、漫画家だけじゃないけどキリスト参加の方がちょっと先だ、ちょっとその先ですけど、まあね、小さい大人向けの、でも
医者の話、医者が主人公で医者の医療をテーマにした話とは違うよね、うん、でこれ本当にさ最後の賭けだったんじゃない、普通書き手ってさ自分の知ってるものを書こうとするじゃない、うんうん、でこれ最後の最後の賭けだったんじゃないかな、うん、本当に自分のことですからね、うんうん、これこのネタ書いたらもう終わりって、ね、あとはないよね、自分のことしたけど手塚さん作品の中でいろんなキャラクターいるけど、うん、一番本人に近いのはこのブラックジャックだと思いますよ、うん、まあ、この22巻の、はい、131ページで、まあ、指が効かなくなる話なんですけど、はいはい、これで私はキルだけが人生の男なんだ、うん、はい、で手術を取り上げられて何が残ると言うんだって、これはもう漫画を描くってことでもう簡単に置き換えられるこれ文脈なんですよ、うんうん、私は描くだけだった、ね、それであとはその最終巻に近い23巻で、うん、列車にブラックジャックが乗る話があるんですけども、はい、うん、ここに繋がってくる人生、ね、人生って人生っていうのは列車さんですね、これは23巻で20巻か第1部の最後の、これはこれはつまり安藤さんと自身が漫画を生かしていますね、到着をするだけで戻れない列車に乗ってるんだと思う、そういう表明ですよね。俺は手塚さんはね本当に天才だと思うんだよ、天才だったと思うんだよ、ただ俺がね本当の意味で天才だったと思うのは最初の15年ぐらいなんだよ、本当にすごい話すごい絵、うん、もう俺あの頃の絵見るとね本当にこんなに絵がこんな絵が描けたらこんな線が描けたらもう死んでもいいなと思うぐらいね、うんうん、本当に美しい絵なんだよね。作品としてはどの辺、どの辺まで入るのかな、ワンダースリーよりちょっと前ぐらい、ゼロマンとかの辺までかぐらいかな、じゃあもう10年ぐらい、ゼロマンまで、もうちょっともう1年後ぐらいまで本当に前期ですよね、うん、でいやでも10年15年天才時期が継ぐってすごいすごいことじゃない、うん、天才って大体1年で死ぬからなで、そのね手塚さんのすごいところはその天才の時期が終わった後、うん、すごくものすごくとてつもない才能のある量産作家に変わっていったってことなんだよな、うん、それってねすごいよ、枯れないんだよこの人は、うん、いくらやっても普通量産っていうのは枯れるっていうことのなんか裏返しでね、たくさん書きすぎると枯れちゃってダメだよって言うんだけど、才能って枯れないですよね、どれだけ連載してもそれを証明しているのが手塚さんだし、ただこれはね組んでみないと枯れるか枯れないかって分かんないんだよ、だから誰でも一度そのこのめちゃくちゃな状況になって組み出し続けるんだよね、そこが見えてるわけじゃないですからね、初めて、あ、俺はここ前だったのかっていう話になるんで、バクさんがこれの、うん、なんだろう、ブラックジャックの1話1話完結させてすごいと思うっていうのは、多分手塚さんって本質的にはバクさんと同じ長編型の作家だからですよね、あ、多分長編型ですよね、長いのが本当書く人間がなんでこうまとめていけるんだろうっていう、信じらんないよ、もうね、こんなにまとめられる、でもブラックジャック連載する前って、はい、結構短編の時期が長かったですよね、はい、少年ジャンプとかね、もともとライオンブックスっていいんだよね、短編が短編とかね、短編も好きではあったんですね、すごい上手いですよね、もともと赤本で出てきた時には赤本っていうのは連載じゃないからページ自由に使えるからそれで出てきた人なんだよね、なんかでも空気の底とかライオンブックスの頃の短編ってアイデアストーリーでしょ、うん、でこっちってなんか全部人情話で落としてこんだけのパターン繰り広げるっていう、一話にちゃんとストーリーがきちんとあるもんね、で逆に言うと月刊誌が始まってからそのエピソードで長編ではなくてエピソードで話を組み上げるってことをずっとやってきて、特にこの頃というのはその青年誌で短編も空気の底とか書いてるじゃない、なかなかうまいんだよね、でそういうのを経た後でやっていて、やっぱりねこれ1973年から78年までが第一部その SL 人生というのが SL ってこと、5年間毎週これを書くわけ、それもう40代後半でしょ、これすごいでね、作家としてまとめちゃうでね、その限りあるページ数の中で何をしてるかっていうとコマ数で調節してるのが、最終のね 1,2 ページを見ると分かるの、はい、コマ数に余裕のある時はでかいコマ使う、ね、あ、ドーグマンと同じ、ね、異様にちっちゃいコマで終わる時あるんだよ、だそれ調節してるんだけどさ、はいはいはい、だけどね普通できねえわな、うん、多分ねネームとか取ってないと思うんだよ、うんうん、頭から一発ですかこれ、うん、はい、だいたい、そう、最後でコマ数が小さくなるのは前から書いてる証拠ですよね、あの
俺も、デビューして10年ぐらいはネーム取らずに直接書いてて、うん、頭でアレンジしながら最後ので調整してたんだよ、うん、でもそれね長年はできない、うん、俺10年でやめたもんこの人ずっとそれやったわけでさ、うん、まあ時間がなくてそれしかやりようがなかったっていうのもきっとあるんだろうけど、うん、それすごいよね。すごい。しかも本当にすごいよこれ。しかもアシスタントに電話で指示するっていうんだろ。もうすごいよね。そうすごい。電話で指示する。電話で指示するんだって何コマ目はこうって。ちょっと頭の中あるんだよね。あるんだよ。この辺になるともう背景は記号だから誰でも書けるけどね。逆にその。あの自分の漫画は記号であるっていうことを宣言したのはこの時期で1970年代初期なんです。はっきり言ってますよね、うん、漫画は記号だって。でそこから分業に行くわけですよね、うん、昨日言ったみたいな。記号であるって言わなきゃいけなかったのはなんでなんですか。大友克洋が現れたからだと、うん、もうそこだ。大友にはかなわないんだよ。そこに一緒に来たかっていうところですよ。それはもう分かってるんだよね、はいはいはい、だからその手塚治虫ってさっきあの、うん、いうのがいてね、うん、でそれに対してある時期は白洲三平が現れ、うんうん、ある時期は歌唱劇があるいは梶原一騎が現れ、ある時期は大友克洋なんだよ、うん、だからこっちは手塚さんは一本なんだよ。なんでそうライバルが次々と協力だろう。だそれだけセンターだったんだよね。敵キャラが次々来るわけですよ。そういうことも言えるし、大友さんと、うん、大友さんとあの手塚さんが会った時に、はい、有名な話だけど手塚さんが、はい、僕は君の絵を描けるんだよねって言ったんだけど、石川さんだって時々言ってます。石川さんしょっちゅうやってます。石川さんだけど僕誰の絵でも描けるんだよねって、はい、君の絵を諸星大二郎だけなんだ描けないのいい話だ。いきなりそれ挨拶ってのそれがあんまりでしょ。年上じゃん。話すぎて大先輩じゃないですか。反対でしょ。なんかほとんどチンピラが蹴ってお前だったらいつでも勝てるよって言うと俺お前なんか負けねえんだって言ってるわけだね。要するにそういうエピソードをよく聞くんだけど、うん、本当なのかな、うん、でも本当すごくリアリティありますよね、うん、それいやリアリティありますよ。大友さんが知ったからね。あ、大友さん本人が、うん、じゃあ間違いない、うん、じゃあちょっとここで、はい、夏目の目のコーナーへ行きたいと思います。夏目さんお願いします。ブラックジャックのキャラの、 あの話なんですけれども、最初登場したシーンからいきますと、その1巻の時にこれが最初に登場したあのシーンですね。でこれあの髪がこうかぶさってますよね。で、これでは両目が出てます。でそのまず目ですけれども、目が横長だっていうの分かりますか。で少年漫画の主人公に横長の目をかあの描き始めるのはこのあのやっぱり劇画を意識してからです。だいたい縦長なんですね、あの昔の手塚治虫。でしかも眉が太くて上にかぶさってますから、これは劇画の影響なんです。実はでそれから黒マントを着てます、医者なのに。であの、黒マントを着てニヒルな一匹狼で非常であるというあの設定で出てくるんですね。でこの設定って何かっていうとですね、あの要するにですね、この当時の手塚さんが考えた劇画っぽいあのリアリティのある絵柄、あのキャラクターということなんですね。でこれはあの担当の編集者が要求したそうです。あの医者物でいきましょう、しかも劇画的なリアリティが欲しいというふうに要求したというふうにその担当者の、 あの回想に書かれています。でそれで手塚さんが考えたのがこのキャラクターなんです。でこれはですね、当時その劇画で、ヒットしていた青年ものを考えると、まずゴルゴ13、それから子連れ狼なんですね。でこれはいずれもクールな一匹狼の殺し屋です。で、手塚さんにとってそのクールな一匹狼の殺し屋というのは黒マントを着たこういうイメージだったんです。で顔もちょっと違いますよね。で、でこれ言っても分かんないと思うのでちょっと苦労したんですが、その貸本劇画時代の殺し屋というのがどういうものかというのをあの私あの書きました。こういうふうですね、難しいんだよこれあのね、これで重要なのはこの辺のベタ江口さんがしたっていうことなんですが、こういうねパターンがあったんです。でやたらとか肩幅が広くて、帽子をかぶったり、まあ、かぶってないのもありますけどね。それからこういうあのネクタイであるか、あるいはマフラーであるかね、それで三白眼で、三白眼の上に眉がくっついている、で下手すると眼帯してるっていうね、銃を撃つときに大変だろうと思うんだけど、それでどうしても今の僕の絵になっちゃうんで、もうちょっと足が長いかな。でこの辺難波賢治ですね、まあその詳しいことは言いたい。それで大体何かがなびいてるという、必ず
でこれが要するに黒いイメージ、それで貸本劇画時代のパターンとしての殺し屋のイメージなんですよ、うん、でおそらくこれを考えたんだろうと、帽子もありますけれども、ブラックジャックの、手塚さんが考えたパターンはこれだったんじゃないかなと思います。ただ何が違うかといえば、要するに医者ですから、うん、殺す方じゃなくて生かす方だっていう、その辺がなかなかアイロニーが効いてるんですね。でブラックジャックというのはまさにありましたように、虫プロが倒産した時に始まってます。それで火の鳥のがコムがコムという雑誌がなくなって火の鳥を連載一時やめる、その時に始まってるんですよね。で、したがって、もう最後の作品だということでスターシステムを復活させます。図野さん、最初の方ですが、これは一巻の202ページですけども、やたらと出てきますね。これもそうですし、この辺のキャラクター全部そうです。これロックですね、うん、これがフィルムは生きているに出てきた、うん、でこれランプですよね。なんだっけ、マジンガロン、ガロンが、服着て出てきてると。それからアトムが、アトムそのまんまだもんね、うん、で、それからもうやたらと出てくる、もうこれがスカンク臭いですよね。自分以外 のチャンピオンのキャラも出てるんですけど、もうこういうのがずっと出てくるんですよ。で、これで、これをしかもそのこれは脇役で出してますけれども、その他大勢ではなくて出してる、毎回毎回出してくるんですね。で図の4、一巻の、ごめんなさい、こっちが一巻の202ページですね。これはアトム、このアトムは髪の毛地毛です。多分寝癖でしょう。でこの地毛のアトムが実は母親なんだけど、誘拐犯である悪者キシボジンをパターンにしたストーリーですね、を刺してしまうんですね。自分が捕まった時に刺そうと思ってナイフを隠し持っていって刺してしまう、実は母親だったっていう話なんです。で、ここで注目したのはここにスカンクサイがいます。で実はスカンクサイというのはアトムの連載の中で名作がありまして、アトムに対してアトムは完全ではない、なぜなら悪い心を持たないからだっていう名言を吐いた名優なんです、手塚のね。でその名優、つまりね、アトムで共演してるんですよ、この二人は。でしかもアトムはあまりにも正義の味方だから完全ではないということを言い放ったキャラクターがここにいて、でこの中でアトムが演じるのは自分は正義の味方であると思って実は母親であるところの悪者を刺すんです。でしかも最後までブラックジャックの形成技術のおかげでこれを悪者だ、自分の母親だとは気づかないという設定なんですね。おそらくアトムというその話を手塚さんは元にして書いてるんですよ。でね、そういう意味でね、非常に重層的な構造になってて、少年漫画として読めば単純に面白いだけど、僕みたいな手塚マニアが読むとさらに面白いという構造になってるわけですね。でもう一つ人物だけではなくてですね、動物得意な、手塚得意な動物、図の6、2巻の35ページ、なだれという、これは可愛がっていた鹿に、手術を施してそれが離婚になって結局人間の敵になってしまったので、飼っていた本人が撃ち殺すという場面です。これは勇者団というサンデーの連載の作品で同じことをやってますね。で、ある意味ではこれは手塚治虫が自分の作品を自分で模倣しながら繰り返しているという、テーマを繰り返しているということになります。でこの動物兵器、実はブラックジャケット非常に多いんですね。つまり泣けるんです。でそのもう一つの要素、グロテスクというところで言いますと、これはさっきも出ましたピノコの誕生図の7ですが、でただこのピノコが人間型になった結果何が起こるかというとですね、そもそもブラックジャックというのは表情がない、ゴルゴ13と同じように笑わない、叫ばない、内面心理がないというようなスタイルで描かれていたんですが、図の8、ピノコが活躍しだすとともにこんな表情が出てきてしまうんですね。これやっぱり手塚キャラだからどうしても内面は捨てられないので感情は出てきちゃうんですよ。でこれがやっぱりブラックジャックの最後にヒューマンに
なっていくっていうことの構造の秘密なんですね。やっぱりゴルゴにはなれない手塚漫画なんです。で、やっぱり心理劇だからね、内面心理の劇だからどうしても必然的にヒューマンコミックになると。でもう一つ手法の自己模倣ということで言いますと、図の9、3巻の110ページ、この頃ほとんどこういうことやる人いませんでしたけども、あの船が波に揺られてこうなります。これね、太平洋エクスポイントという1953年の作品で全く同じことやってます。それから図の10、3巻の144ページ、にかあの3巻の144ページに出てくるこのコマですね。これいわゆる時間分節コマとはちょっと違うんですね。内側にコマが重なってってんですね。でこういうのをうまく読ませるって手塚さんすごくうまかったんですね。でこのコマはどこで開発されたかっていうと、おそらく火の鳥です。で漫画が、戦後漫画がコマの実験を繰り返して、それを火の鳥がで手塚さんが取り入れて完成させたタイプのコマの作り方で、このあと分かりにくいであんまり少女漫画以外使わなくなったんですが、手塚さんだけは生涯使い続けるようなタイプ のコマですね、これ。でしかもここにいるのはこれ卑弥呼なんですよね。卑弥呼が再登場してる火の鳥のですね。それから図の11、19巻の58ページ、これはもう明らかに背景が劇画的な背景で、しかもここにこれがどこであるかという、これ一ノ沢だったっけ、具体的な場所が出てきます。で、これは19巻ですから、もうすでに明確にどこで誰がというのが最初に、さっき話に出ましたね、最初に具体的に出すっていう手法をここではもうやってます。最初ではやらなかったのに。で、そういうふうにこの作品っていろんな要素が詰め込まれていて、ある種手塚漫画の歴史をたどるようなこともできるんですね。その自分の時代の変化と自分と自己分析と、それを重ね合わせることができたんですよ。でそれがまさにバクさんが先ほどおっしゃった第一部の最後の作品、人生というのは名の SL ですね、図の15、これはブラックジャックという大人にして、やっぱりブラックジャックと一緒にさせたかったっていうところが出てきたり、で図の16、20巻の218ページですが、これ同じその話の中で、これは昔のお茶の水博士ですが、火の鳥を経て猿田飛行になっちゃったんですけどね。この恩師が連載の途中で言う同じ言葉をそのブラックジャックに対して投げかけると、なんだっけ、人の生き死にを左右するなんてのは思い上がりも甚だしいんじゃないかと、医者がね、というこれが結局ブラックジャックというもののテーマだったんだって、さっきヒューマンコミックって言いました、ね、そのテーマだったんだっていうのは自分でここで自己分析して取り出してるんですよね。だからそこまでやっぱり、手塚さんという人は作品に対して自覚的に作っていった、ある意味ではそれが模倣に自己模倣になってるけども、ある意味では再生産になり、職人的なうまさにもなっているということで、ここに本当にいろんな要素が詰め込まれていて、やっぱりブラックジャックっていうのはただポピュラーで有名なだけではなくて、それだけの力のある作品だということですね。はい、ありがとうございました。
さっきさ、はい、手塚と大友があった時って話があったんで、はいはい、うん、いや手塚さんってのはね本当にマニアなんだよね、うん、漫画好きなんだよね、うん、夜中に仕事したら電話かかってきて、うん、今七色インコ書いてんだけど、うん、七色インコってブラックジャックの後に、はいはい、チャンピオンでやった、はいはい、七色インコ書いてんだけどそこに石川氏書いてもいいって言うからさ、それは手塚治虫の漫画に出していただけるならどんどん書いてくださいって言ったら、うん、でも東氏も出てくるんだよ、東秀も出てくるんだ当時はね。で当時その頃俺はマイナー氏マニア系の本を中心に東石川構想っていうのを繰り広げててそれを手塚さん読んでんだよね、うん、へえ、ね、そんな本読むなよっていうような本読んでんだよ、大化でしょ黒沢明みたいなもんじゃないですか。でその七色インコの中で俺と東秀が出てきて最後はキスシーンあるんだけどいいって言うから、いや何でもいいですよって言って、ちょっとアンディさんこれ言ってほしいんだけどね、一応許諾をあれするわけね、これがそれが石川さんなの、これが俺、名前見るとここに似てる、石川潤ってまあちょっと字が違うんだけど石川潤 でちょっとあと行くと、東秀夫も出てきている。で最後俺と東秀夫のキスシーンがここにある。しょうもないマニアの親父なんだよ手塚さんって。その手塚さんが割と、まあ、マイナー系の同人誌のなんかインタビューを受けた時の話なんですけど、はい、その中で、ね、手塚さんがメジャーとは何かっていう発言をしてるんですよ、はいはい、でその時にある漫画家さんの名前を何人か挙げてね、うん、みんなその有名なその作家の名前を挙げて、うん、この人たちはねメジャーじゃないんですと、うん、って言うんですよ。それはたまたま今ね売れてるというその現象にある人たちなんであってメジャーじゃないんです。僕より売れてるけどメジャーじゃないって言い方するんですよ。でまたそのあるみんなが知っている漫画家の名前を挙げて、彼はもしかしたらメジャーになるかもしれないと思ったんだけどメジャーになれなかったって言うんですよ。でその後漫画界でメジャーというのは僕だけなんですよ。結論はそれ強烈だね。誰か早くね僕に代わるメジャーの人が出てきてほしいんだっていうことを言うんですよ。それで思ったのはやっぱりメジャーってね売れてるだけでダメなんだね、うんうん、で作品の質も良くなきゃダメだし量産もできなきゃいけないし、あとはその漫画というその大きなそのジャンルの中だけじゃないその物差しで勝負できる人じゃないとダメだっていう、そういう意味だと思うんですけどね。で手塚さん自身はまさしくその量産によって水準のものを書いて、すごい話もそれから売れる話も書いて、しかも漫画ジャンル以外のところの物差しでも、例えば立川談志さんなんかも手塚さん手塚さんって、うん、大好きなんですよ ね、うん、天才天才って言って、そういうものがメジャーなんだっていう意味で多分言ってたんだと思うんですけど、手塚さんってさ、その自分だけが日本で唯一メジャーだっていうのは強烈な自信なんだけど、うん、ただこの人ってね、これすっごいコンプレックスのあった人だというのが、はい、うん、ずっと印象あるんだよね、うん、この人って昔からね、僕はデッサンができないからっていろんなところで発言してるんだよね、はいはいはい、こんなにうまかったのに、うん、俺本当にデビューから15年ぐらいの絵なんてね、その辺の活動作家なんて足元にも及ばないほどすごい天才だと思うんだけど、それでもこの人はずっと自分は絵が描けないと思ってたんだよね、うん、で最終的にさ70年代から自分は自分の絵は記号でいいって言い始めてるじゃない、うんうん、それってね結局自分の絵に最後まで自信が持てなかったのかなって気がするんだよね、うんうん、ちょっと不思議なんだけどね。で確かにね記号でいいと思い始めてしまった頃には本当に記号になっていたんだよね、うん、みんなが見る感じの絵ではあるんだけど、過去の絵と比べるとやっぱり自分の趣味になって感じてたし、特にこの辺の絵の頃からね量産のつけかもしれないかもしれないけど、線が攻め始めるんですね。まっすぐな線がまず引けない。まっすぐな線がね、ぐにゃぐにゃって曲がっちゃう。あと、走ってる線も走ってないんだよ。速いだけだけど、汚い線になってっちゃうんだよね。こう増えてる。なんか今の61ページの、左上の絵の、これ2巻の11ページ左上。何ページですか？60ページ？61ページ。61ページ。61、ごめんなさい。これどうだろう。あこう。より上。わかんない。ピノコのタフ、ね。ああ、顎のとこですね。うん、ああ、本当だ。顎ね。顎の割れ目が。ファックスみたいになってる。うん、顎のこれはそうだ。うん、来たんですね。うん、あ、
23, あの23巻の表紙、うん、の表紙口口口がぐにゃぐにゃだよ、ね、あ、まっすぐ線が、これわざとじゃないんですか、うん、わざとじゃないです、うん、震えちゃう、あ、うん、顎の線も、うん、顎もだ、うんうん、あの角度によってちゃんと引けないんですよね。江口さんその辺どうですか、手塚さんのその後期のこの絵という面について、うん、絵ですか、もう絵に対するもうこだわりとかこの辺はもう捨ててますよね、完璧にね、うん、ただあの今回読んで思ったんだけど、この人あのくだらないギャグ入れるじゃないですか、それで俺昔それがすごく嫌だったんだけど、例えばあのこの試練の話でさ、一巻ですか、うん、一巻の一巻の何ページ、64ページで、はい、これ悲しいラブストーリーなんですけど、はい、君の彼女はガンだっつってガーンとかさ誰もさここでこんなギャグ望まないのに書いちゃうじゃない、うんうんうん、であのやっぱお茶目な親父ですよね、うん、この人いや昔から必ず知らずに言うんだよね、でっかいコマでわざわざギャグ撮ったりするじゃないですか、やりたいんですよ、ギャグって言われたくないんだけど、うん、俺たちから見ると、うん、これ、うん、ただだから全体でも全体通して見るとこれがなんかこうあのお茶目な親父のホラ話みたいな感じで、うんうん、いい位置にこうなんか鳥になったりする話も読めたりするこれをさまるっきり真面目に書いたらさ読めないじゃないですか、いや手塚さんだから読めるんですよね、このお茶目なさがねやっぱ魅力です、照れですよ、照れですか、照れですか、いや自分で言ってますよ、あ、そうですか、あの要するに、ね、すごい緊迫なし、うん、するシーン、それから、うん、本当にシリアスなシーン、うん、あるいは恋愛シーン、うん、このねこのパターンになるとね、うん、あのひょうたん次出すから、うん、出すからでもこのバランスはなかなかできないですよね、うん、このたまにね手塚あのブラックジャックでもあったかな、手塚漫画でねスポコン的ななんか練習したり特訓したりするのがあると、うん、必ずつまんないギャグで落とすんです、ギャグと言えないギャグで俺もねこのギャグ入れるの嫌いだったんだよ、嫌いでしょ、だったんだけど、うん、今読み返してみるといいんだよね結構それがいいんだよ、じゃあかつて読んでた石川純は幼くてこれが分かんなかったんですか、いやあのね、はい、要するにね僕もそうなんだけど、はい、あのこっちはさ生意気盛りなわけよ、うん、はい、思春期から青年前期でしょ、うん、はい、でちょうど父親に反抗する時期なんだよ、だからねその父親のねあのおじんギャグなんか聞きたくねえよってこう思うわけさ、そういう気持ちなので、ね、で僕ギャグが好きなんだとか言ってたんだよね、うん、この程度のギャグって言うなこんなもん言ってくれないそう思ったんですよ、私は手塚さんにとってはさあのなんていうの漫画を描くこととすごく近い遊び、はい、だったのよ、それでそれが子供自分多分手塚さんの中では子供らしさっていうか、うん、あの少年らしさっていうかそのそういうもんだったんだよね、だから多分ブラックジャックはあの本当に久々に本当に連載なかったんだから少年誌で、うん、で久々に少年誌で連載するんでもうしかもあのもう最後かもしれないから思い切りやってんだよね、やってますね、やっぱキリスト参加とかやりながらも手塚さんにとって漫画の主戦場とか三次元は少年誌なんですか、やっぱ少年誌なんだよね、だからさっきメジャーって話があったけど、あのメジャーの、 あの手塚さんにとってあの漫画のメジャーの中心って少年誌なんだよ、うん、少年誌でヒットしなければメジャーじゃないっていうのがあるんですよね、やっぱ少年誌は数が違うからね、うん、数が違うっていうのはやっぱり大勢認知されるってことだから、うん、子供相手っていうのはもう最後まであったんでしょうね、うんうん、私はそうなんだっていうのがね、もうスタートからさ16歳で書き始めた時からあの迷ったんですよね、うん、あの大人の方に行こうか子供の方に行こうか迷ったって自分で書いてる、でも結果子供の方に行ってるじゃないですか、うん、大人の方っていうのはそのカートゥーン一コマ漫画の世界、そうそうそっちの世界、うん、で政治漫画とか風刺漫画とか、はい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 、あのそっち行こうかどうしようか迷ったけれどもあのと本人は書いてますね、であの子供の世界に行く、でも結果そうだと思う、どっちにしても物語の人だから、うん、その当時物語が書けるっていうのは、うん、そあの少年子供漫画の方なんで、だから、そっちへ行って、そっからもうずっとそれまでは大人漫画が偉くて、うん、子供漫画っていうのはバカにされてるもんだったわけで、それをひっくり返したのが手塚さんだけど、うん、そこでずっと戦ってきたわけですよ、だからそういう意味でも主戦場なん、江口さんなんかやっぱ子供のために書くって意識あります？ありますよ、やっぱあるんだ、うん、
漫画ってあんまり俺のやっぱあるんだって失礼な言い方。いやいや、俺聞いてみたかったんだよ。漫画屋で何か聞いたら、エクさん俺のことはどうでもいいけど距離差に出せる顔が赤くなってる俺に来るなって感じ。人のこと言うの来るじゃないですか。やっぱあるんだ。やっぱ子供のもんだと思うんですよ、漫画って。それ聞いて俺安心した。やっぱあるんだ、子供の柔らかい頭をこう、はい、なんか植え付けるとかさ、そこからこうその子がクリエイティブ なんか、ね、目を伸ばしていったりとか、そういう役割があると思うんですよ。それすごく嬉しいな。私は嬉しい。いや、言えないで書いてない。照れてるけど。ブラックジャックしか読んだことがなかったんですけど、今回にメトロポリスワンダースリーやって、とりあえずこう昔からの長い流れで手塚さんを、そうですよ、半世紀だから、はい、見てきて、あ、なんかすごい凄さが分かりました、皆さんの話を聞いて、まあ、当然そうだと思うんですけど、何がすごいか本当に分かんないんですよ。すごいと言われてるだけで、うん、ブラックジャックを読んでも何がすごいのか分からない。多分ね、歴史的にというかね、レンズをガーッと話してみて、漫画で1作家しか歴史に残せなかったら、これが漫画だと説明するには手塚さんしかないんだ、うん、それはなんか、バカボンドであろうと何であろうと、今どんなにヒットした漫画、過去どんなにヒットした漫画、ゲゲの鬼太郎でもそうなんだけども、これが漫画だっていうふうに、例えば水木しげるを人類の歴史として残したら、後世宇宙人が見た時にこれが漫画っていうと誤解がない。多分手塚さんだったらね、全部網羅してるから問題ないんだよ、ほぼ。手塚を見たら漫画って代表できるんだよね、この中に大体入ってる、うん、それでこれは俺が言った話じゃなくて、もうみんないろんなところで言われてる話なんですけど、やっぱり今あの日本で漫画がすごく人気があって、それで世界中には日本のアニメとか、それからコミックが紹介されて、もうヨーロッパでも売れてる状況あるんですか。アジアではもうめちゃくちゃ売れてて、それはどうして日本がそういう発信の中心になったかって言ったら、手塚治虫が日本に生まれちゃったからだってやっぱりあの言ってますよね、みんなね、うんうん、水野さんが言ってたけど、本当に社会変えた人だって言いたかったってね、あの水野さんおっしゃってましたけど、やっぱ、そういう変え方ってあったんですよね、うん、手塚さんに。戦後力道山、美空ひばり、手塚さんですからね、うん、ああ、そうきますか。この3人みんなすごいの分かります、すごい、いや、でもそれぞれ現役時代が短いのに、手塚さんだけは、はい、とんでもなく長いもんな。はい、はい、ということで、ちょっと、ホームページに、メッセージの、はい、届いてるメッセージです、はい、三重県の35歳女性の方からいただきました。女性多いな、はい、小学生の頃から飽きるほど読んでいました、うん、ブラックジャックは自分自身のお腹を手術する話なんかすごいって、無理だ、ブラックジャックは私の密かな憧れの男性でした。ありがとうございます。憧れたんだ。それからですね、東京都の30歳女性の方、はい、夏美具さんですね、はい、ブラックジャックは物心ついた時から火の鳥などなどとともに、うん、図書館で読めたおかげで、手塚作品の中では大変馴染み深いです、うん、登場するキャラクターの誰もが、1話の中だけでも実に印象に残る書き方をされていて、神業ですね、うん、特に忘れられないのはブラックジャックの元恋人だった女性のエピソードです。あのジョイさんね、うん、はい、ジョイさんね、ありがとうございます、ね、それから、神奈川県の43歳男性の吉成さんから、うん、なんつってもピノコでしょう、彼女がいなければあれだけの豊かな作品にはならなかったと思います。そうです、ね、それにしても手塚版ピノキオのキャラクターたちの、なんと可愛らしいことか、ピノコ、アトム、そしてメトロポリス、いずれも異様さが、半端でないだけに、うん、ニンフメータ魅力が際立ちます。43歳男性、はい、ありがとうございます。それから22歳男性KJさんから、国立大学で医学を学んでいる医学生です。おいおいおい、うん、ブラックジャックは高校時代から好きで読んでいましたが、ある程度医学の知識を持って読めるようになると、授業で聞いた時には、ね、あ、ブラックジャックのあそこのところのこういうことがよくありますと、はい、ありますのか、はい、それから医者でまだまだある、うん、42歳女性ドレミさん、うん、ブラックジャックはストイックな職人の美学の集大成です、うん、ブッキラボーで、不器用でクールに見せかけているのに、うん、実は激しく熱いものを秘めている青年医師、うん、当時中学生だった私を含む周囲の女の子たちの未曽有の男性像に見えます。女性人気なんだな。うちの母親もすごい好きで、これ送ってくれと言われました。母ちゃん、はい、持ってるにもかかわらず新しいの欲しいと、綺麗なの欲しい。俺ちょっとね、最後ってかあれで中澤さん来たんですけど、はい、でも手塚さんって10代の、まあ、かなり若い時期にデビューしちゃって、一体どこでね、まあ、簡単に言えばそのこれだけのものをかける人生の勉強っていうか仕込みを、うん、仕込みね、どこでしたんだろうっていうのは分かんない。だから僕はこの話を考えるときに、この話ってその
どこで仕込んだのかというと、まあ、最初にも言った、まあ、天才だからっていうところでいつも自分で収めてたんですけど、一体どうしてこういうその、うん、10代でデビューしちゃった人がこんな長い間できたんですか。それはもちろんあの偉大な謎なんですけど、僕の考えではおそらく宝塚っていうベースの上で戦争体験だと思いますよ。実際にその大阪大空襲の時に工場にいたんですよね。それで漫画描いてたんですよ、しかも。で逃げ出して宝塚自分の家に帰る間に本当牛の焼ける匂いがした。でもう黒焦げの人たちを見ながら帰るんですよ。でその時に自分の自伝によると、これは本当の世界じゃない、現実じゃない、漫画だ、俺はその中 の一つの登場人物すぎないっていうふうに思ったって書いてるんですよ。すごい悟ったの。これ明らかにフィクションを作る人間の資質ですよね。うん、まあ割とうちが金持ちだったしね。うん、だからちょっとやっぱり当時の普通の平気の日本人とはだいぶ違う位置にいたよね。素材としてね、すでにその例えばパテベビーがあったり、うん、そのつまり断片としてのその欧米のアニメとか、うん、映画とか。それから中村漫画ライブラリーっていうその当時の赤本のかなり 上等な漫画とか、いいものですよね、あらゆるものを頭良かったから親がまた買ってくれたんですよね。それが特殊なんですけど、でそれを読んでるでしょ、摂取してるでしょ。でだけど摂取しただけだったらマニアなんですよ。でそこにおそらくその戦争体験っていうものすごく大きな刻印があった時に作家になったんだろうっていうのが僕の仮説なんだ。ただまあそれだとさ、スタートものすごい勢いで打ち出すカタパルトではあるけど、うん、その後数十年にわたって、うん、飛び続けるあれじゃないよ、ね、原体験だけだったら尽きちゃうわけですよね。うん、つまりどういうことかというと、うん、死ぬと思ってたんですよ彼は、うん、はい、だって実際に動員されていくんだもん友達が、うん、だから自分も明日死ぬかもしれないんですよ、うん、空襲で死ぬのか軍に引っ張られて死ぬのか分かんないけど死ぬかもしれない。だから明日ないってみんな当時のまあね、まあ、若い人みんなそう思ってたんですよ。でそれが戦争が終わった、生きられるって思ったんですよ。でその直前彼は何やってたかっていうと、もう動員された工場にも行かずにずっと漫画描いてる。ずっと漫画描いてる。開き直したんですよそれは。でっていうことはね、漫画を描くっていうことと生きるってことは同じだったのよ。ああそうだ、そうだ、戦争終わった、生きられる、漫画描けるこれは彼のその自伝の中で、戦争が終わった端に漫画でこう手を開いて漫画が描けるって叫ぶんだよ。あれ俺すごく異様だったのよ、昔若い頃読んで、うん、そんなこと思うかだって日本負けてんだからねとりあえずでね、どうも本当らしいんだよ。だから、うん、つまり戦争が終わった、これで生きられる、それは漫画が描けるって同じことなんだよね。だ当時としては本当例外的なその、うん、感性の持ち主だし、それを可能性のから手塚治虫だったんだね、うん、そう、うん、それって確かにある程度なんだろう、お坊ちゃんじゃないと出てこない発想です。金と暇がなきゃ絶対無理ですよ。そうそう、うん、だからそれ可能するぐらい昭和の初めのモダニズムって豊かだったんですよ、うんうん、ある部分、うん、ただその後、うん、40年50年にわたって書き続けるものの内部留保をどこであんだけのもんを吐き出しながらね、膨大に見ていた映画とかが疑似体験になったんでわけでしょう。もちろんまあ、それは天才のなせることと言ってしまえば簡単なんだけどね。やっぱだからその生きることにやっぱなんか凝縮してね、かかんなきゃいけないっていうなんか切迫感がずっとあるから、この異様な生産力になるしね、うん、でやっぱりもちろん基本的にその性格形成もちろんその時にそのなんていうのかな、ものすごくボーダー超えるべきボーダーが高い人っているじゃない、うん、だから我々がこのくらいでやったぜとか思ってるのに、うん、その人はあーダメだった、うん、なぜならその人のボーダーは、うん、ここだからってあるじゃない、そういう人なんだよね、生まれつき。だから生まれつき手塚治虫なんだ、うん、あとは言い残したことありませんか、この3日間、はい、ちゃんと言わないと、はい、言ってくださいお願いします。残したことはたくさんあるけど、いっぱいあるけども、はい、24時間やんなきゃ間に合わないという、なんか手塚やったら漫画はもう終わりなんじゃないかって意見があるみたいですけど、はい、そんなことありません。やります。石川さんやるまで、石川さんがまだやってませんから石川淳3日間というのやるまでは絶対終わらないという3日間、はい、種が詰まる、前期中期晩年とやんなきゃいけない晩年まであるのかで次回は一応8月の頭ぐらいという、はい、そうですね、頭ぐらいですけども、夏ですね、はい、一応愛ちゃんは今回で、はい、はい、
卒業何が卒業だかまあいいけど、はい、テレビの前で、ね、そんなことないですよ。テレビの前で見てます。公開録画の時は来ますか。たまに今度ゲストで、あ、ぜひ、ちゃんと勉強して、はい、何語るの、え、何語りたい、いや、少女マークの回を呼んでくださいね。そうです。嘘だ、ベルセルクだ。危ねえな、ベルセルクなの。はい、はい、というわけで、今回3日間手塚特集でした。どうも、はい、今日はありがとうございました。